すだすだす。先日ですね、はい、私苦節6年初のイラスト、ありがとうございます。皆さん待ちましたよね。皆さん去年なんて覚えてます？去年決め込んでの、諦めた時のあの絶望感、もうこんな首がこんなになってましたなーんてなーんやメンバーもなんか気使ってあんま言わないということで、今回はまあ僕の初の2キロということで実質4キロですよ。何のあれは子さんのねリルラーの方たちはさ、はいはいはい、分かると思う、はい、リルレの2キロは4キロだと間違いない、間違いない。今回は、はい、イカタクを作っていこうじゃないかと。間違いない。はい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 、記念やから。いろいろなイカタクのやり方ってあるんでしょう。まあ普通だったら釣り具屋さんに行って、まあ、デジタル魚拓とか、うんうん、まあでも昔はさ炭でこうパッて取るっていう、まあ僕は個人的にそのモノクロの炭の魚拓が好きなんですよ、ね、うん、はいはい、もう時代の波に逆らっていこうということで、なるほど、はい、ということは今回は反町隆史でございますカタカナ毒が出てくるどうやって出てくるカタカナということで早速準備をしていきたいと思います。で、掛け声を反町さんと、はい、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、行きましょう。ダメよそれ。あ、ダメこちらが4キロのイカになります。やばい、でかい2キロだから今からですね、はい、お塩で洗っていきたいと思います。もちろん博多やろな。博多じゃないですね、これ博多の塩洗っていきますね。今からお塩を拭いていきます。砂のようですね、はい、すごい、ね、こういう感じで。そうですね、なるほど。よしよし、ゴシ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 塩を洗っていきたいと思います、はい。綺麗になってきた、うん、ね。これ新聞紙いいね、こう水分を取ってくれるからね、うん、取ってくれるからやっぱりいいわ、うん、行くわよ。どこに、ここに。あ、やめて、じゃあもう処理だけでダメ、もう処理だけでダメ。あー冷や汗かいたねはい、ということで、はい、やっとね、イカの水分がなくなったということで、うん、今からですね、あの試し釣りやっていきたいと思います。はい、先生、はい、よろしくお願いします。それでやっていきたいと思います。ボクボクはしますね。じかず、ちゃんと濡れてるわ。いいじゃない、垂れなさそうっすね。うんうんうん、これ胴体はまあまあこういう感じでいいと思うけどね、うん、そうっすよ。あー、上だけ、うん、上だけですね。これをわし、わしというか紙を、はいはい、まあ、これ試し釣りなんで、はい、ちょっと普通の紙なんですけど、これを上からどうでしょうね、まっすぐですね、まっすぐですね、まっすぐです。上から、はいはい、はい、もう決めましたからね、はい、決めました。動かさずに、はい、これを、うん、はい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 、なるほど、こう置いてもらって、うん、せーの、よっ、おいしょ、よいしょ。で、これを取るじゃないですか。はいはいはい、すごい、皆さん見てます、見てもらったら分かる通りこんな感じになります。すごい、なんかちゃんとなってそうですよね、皆さん。はい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 、はい、はい、はい、で、せーの、こうじゃなかったやさっき。え、本当ですか。やりづらかったやこれで取って、おー、ぽいそれはでも裏側でしょ、ちょっと待って、うん、ここ押さえたからよくない、どう。あ、本当、あ、本当ね、行きます。うわー、うわー、でもいい、まあ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 、まあ、もっとギュッて押さえつけることですね、うん、もっとやね、味は出てるよでも、うん、だちょっと乾いとる部分はあるじゃない、うん、この辺ですかね、うんうんうん、一回次さ、噛めば押さえつける、ああ、そういうふうにしましょう、もう一回、もう一回しましょう、はいよ、はい、ここからこう寝せていく感じで、はいはいはい、いきます。あ、で、沿わせていく感じですね。そう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 、なるほどなるほど、はいはいはい、ローラー干してね、はいはい、そっちも干してね、はい、足足動かないと、はい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 、あ、いいいいいい、あ、むずいな、押し掛けるのも難しい、これ、あ、そうきます。炭がね、これ本当濃い、もっとだいぶ薄くしていいと思う。ちょっと一回見てみましょう、チラ、はいはい、ーン、あー、なるほど、さっきよりいいじゃん。あー、やっぱこっちがいいんすね、うん、ぽいぽいよね、バッチバチですね、かっこいい、うん、あ、で、トントンしますから、まずライン出さないと、ライン出しますね、
。ライン大事なんで、マジで。ライン出ししてます。ぼかすだね。ぼかす。水でぼかすみたいな。スタンスでやらせていただいてるんで。確かに、ここの、まあ、キアはちょっとぼかした方がかっこいいかもしれないですね。ライン出したのとかね。線がね。はい。いいね、いいですね、いい感じです。はい、終わりました。おや、はい、早くしてください。はい。じゃあさっきのいろいろで、はいはい、さあ行きます。もうこれもう手慣れたもんです。はい、この辺から、はい、はい、行きます。およ、レッツゴー。はい、おー、ゆっくりね、ゆっくりね、集中してね。はい、ゲソ行ってください。はい、はい、どうぞ。あの反応に上手くなった。 俺ができるんだからみたいなの出てますよ、あなたたち。あ、ちょっと寄らないで。ここあんまり近くに来ないでね。見るのはいいけど。はい、じゃあ行きます。終わったことで、はい、ゆっくりです。はい、ゆっくりお願いします。あ、いい、どうだ。いい、あ、いいじゃない。いい、すごい。はい、できました。できました。どうでしょう。いい、いいよ、かっこいいね。うん、この部分とすごいね。じゃあいいじゃん。いいです、いいです。うん、いい感じ。知ったの誰？あた、はい、いい、完成しました。あー、よかった。うん、過去ごと、うん、ね、うん、ありがとうございました。うん、皆さん、もう一つご報告がございます。はい、マークお願いします。はい、皆さん、あの動画内、気になってたと思いますが、はい、この T シャツですね。ちょっとホラーっぽい感じのイメージでね。そうなんですね。デザインしてもらいました、はい、で、これも販売もさせてもらってます。はい、色もこんな感じでね、選べるんで。俺が XL かな。僕身長170センチぐらいです。マー君で XL。 うん、XL、 170センチで70キロですね。はい、で、L です。これ、これ L ね。 L、 うん、ということでですね、はい、物販の方もやってますので、はい、今はまだ新しい新作の方とかもちょっとこっちで考えたりしてるんで、はい、出来次第どんどんアップしていこうかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもですね、物販といろいろ頑張っていきますので、うん、リルレイを応援してやってもいいかなと思ってくださる方は高評価、チャンネル登録、ベルマークよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。